とある日のマイルームのこと。えっちゃん引いたから会いに行こう。お邪魔しまー。あれ。ボン、ボン、ボン。バッキューン、ズッキューン、ズシャ。あ、これはその。見ましたね。私の秘密のイメトレを。かわいい。はい、ということでまさかのえっちゃん実装とこの手です。緊急事態宣言終わったタイミングだからかなとその手だぜ。久々の新サバラのとついなだよ。ということでいっちゃんことヒロイン X オルタを使ってみた感じですが、面白い性能をしたサバですね。お前が面白いっていうことはまた扱い難しい感じか。そうなの。私を尖った性能大好き変態まんじゅうと思ってるんですかね。そこまで言ってないんだが、まあ固定で楽しむ分にはポテンシャルあるんじゃないかなと思ってます。割と尖った性能みたいだな。ということで試合を始めるぜ。5秒で終わらせましょう。ということでまずは第1スキル説明から。自身の回復量をアップ30秒&HP を回復&回復状態を付与10秒ごと3回&各カードのクリティカル威力をアップ1回30秒です。長くない？これでも抑えた方だがな。細かく話すと、回復量がスキルまで 50% して2000回復、さらに10秒ごと2000回復を付与します。回復量込みなら3000回復と10秒ごと2500回復だな。いっぱい回復できるね。そして各カードのクリティカル威力アップの倍率は 30% です。使い目な倍率で1回だが使い切るまでに30秒だから早めに使っても焦らなくていいな。ちなみに1回は攻撃アップし終わるまでだよ。なのでクイックカードを3枚選べばクイッククリティカルバフが3枚に乗ります。多分自信ないのね。そして選ばなかったカードのクリティカル分は残ります。ただアイコンの見た目が同じでわかんないから覚えとくしかないな。ここは修正してほしいですね。HP 回復と持続回復で結構回復できるので、バーサーカーの脆さをこのスキルでカバーする感じです。相手を全員倒した後の仕切り直しの時に効果を発揮するな。ただほぼ全員から受ける攻撃が逆転なので一瞬でやられると効果を発揮できませんが、やられたら回復できないもんね。戦闘中は焼け石に水って差がありますが効果を発揮するのが仕切り直し時ですね。お次に2スキ、自身のクイックカード性能をアップ30秒プラススターを大量獲得です。スキルまでクイックは 30% の倍率と使い目が30秒持続、星の数は40個だな。これ周りではクーパーやヒロイン WX みたいにクールタイム短いのを期待していたみたいですが、クイックバフが中心のスキルだからかそうなりませんでしたね。元は直感スキルだったんだがな。まあ1スキの1回ですがクリティカルバフと冗談バフになり火力も増し、自前の星出しでクリティカル狙いやすいのがいいですね。開幕クリティカル狙いやすいし、クイックで攻めろと言ってるようなものだな。お次に3スキ、味方単体のスター集中度ダウン15秒プラス味方全体の攻撃力をアップ30秒です。スター集中ダウンは 100% で攻撃力アップは 20% の倍率だな。まあカリスマバフにスター集中ダウンを入れた感じですね。これによりサポスキに星を乗せれるから、伊藤さんのフット切りバフとかと相性いいな。星の寄り方を操作できてよりクリティカル打ちやすくなるので、2スキの星出しと相性いいです。あと選ぶ対象は、自分を選んだ方がいいよ。自分だと星出しと一緒に使えて効率的に運用できますからね。ということでスキルのまとめで、攻撃バフは使い目ながらも30秒と長く続き、カード性能、クリティカル、攻撃バフと冗談バフで火力が出やすいです。バフの効果量が高くないからワンパンまではいかないが、30秒と長く高水準な火力が期待できるぜ。おまけにバーサーカーだから火力マシマシだね。他の特徴としては全てのスキルがクールタイム50秒と割と短めです。メイドウルタのサポスキで15秒短縮できればスキルの効果が切れて5秒後スキル使えるな。なのでメイドウルタを後ろに置けば高水準な火力としぶとい回復で場持ちが地味にいいです。名付けてメイドに無限あんこ食べ放題ダサい。お次にモーション。えっちゃんの全体的なモーションの感触は、リーチが短いが射撃属性がある感じですね。では具体的に話してもらおうか。まずはクイック1は射撃属性です。おう、1番目の射撃属性は遮断回避対策しやすいから嬉しいな。発生は早いですがリーチが短いです。まあ、性能を抑えめにされた感じか。相手に近づいた後踏み込まないので走られると割と当たりづらいのもあり、正直これは慣れるのに時間かかりそうですね。練習が必要だね。クイックには射撃属性特性はないですが発生が早いです。まあ特に回復得やすいとかはない感じです。お次にアーツ1、若干タメが入りますがクイックよりは当てやすい印象。初段に使いたい感じか。ですがそれでもリーチ短いですが、あらら。そしてアーツ2は射撃属性です。
するとアースアーツと選べば2段目に射撃属性回避狩りができるな。ですが一切踏み込まずなんかデジャブ感がものすごくあります。さすがにアストライアほどではないと思いますが、あれは奥に少しずれるだけで当たらなくなるもんな。お次にバスター、モーションが昔のバーサーカーって感じです。バスター2が射撃属性ですが、そもそもバスターそんなに振らないよというお話。バスター1が射撃属性だったらエドモンみたいにワンチャンあったんだがな。またのお越しをお客様だな。というわけで審査場恒例の横からモーションを見ていきましょう。まずはクイック。ではスローで見ていくぜ。91は5マス進んで、その後一切踏み込まず3マスリーチで合計8マスです。ほうほう。クイックにも5マス進んで3マスリーチで合計8マスかな。ヒロイン WX のクイック1に近いリーチだと思ってもらえばいいぜ。お次にアース。面倒くさいです。抜刀するのに時間が少しかかって、5マス移動して、そこから 3.5 マスぐらいのリーチで、もう一段も同じぐらい。あんまりクイック1と変わらないな。気持ちアーツの方が少しリーチがあるぐらいでしょうか。もっとアーツリーチがあると思っていたが意外だったな。お次にバスター。スローで見ていくと、ここでバスター特有のためがあって、ここ早くならないかな。4マス前進して、3マスと合計7マス一番短いですね。これはあまり攻撃振りたくないな。全体的に見てみると射撃属性があってリーチが短い感じのモーションでしたね。コマンドを選ぶとしたら、999で1段目に射撃属性置く感じか、A99か AA9 で射撃属性2段目に置くのがおすすめです。タイマンの時は A99 か AA9 で射撃属性2段目に仕込んでおいて、初段回避しがちな攻撃振った後や横やり時は999と使い分けた方がいいかもな。あと999は9、回避9回避、9とやれば1、2段ともに射撃属性になるので、魔力に余裕がある時か回数回避持ってる時に限りますが強力です。次に足の速さ。測ったところ 5.76 秒組とお自慢組です。平均よりは速いね。終わらせましょう。最後は宝具だな。ゲオルギウス型の普通の1秒単体宝具で、副次効果は攻撃時にセイバー特攻です。射撃属性でかわされても攻撃当てて奪権宝具できそうだから、割と当てやすい方かもな。割と宝具もたまりやすい気がするよ。では次に編成について考えていきましょう。できるだけクイック主体でいきたいな。気化力も取りやすいからね。アーツも初段に置くので少し必要と。編成としてはバランス型と火力特化型に分けられそうです。バランス型すなわち、アンコ石井な方は、変な名前してるな。抵抗は火だまりで回避を確保し、ネード破壊と、サポスキでスキルの回転力を高めつつ回数回避を確保します。魔力5本を補ってスキルを使いまくる感じか。スキルのクールタイム50秒でネードのサポスキを使って35秒にまで短縮し、持続時間30秒でスキル効果がなくなった5秒後にはもう使えるようになると。ネードつまり、あんこを食べてお腹が減った頃にはあんこを食べれる。すなわちネード流無限あんこ食べ放題。だせー。あんこは美味しいね。すいません。どうやらこの良さがわからないようですね。なんかうぜー。まあ、編成ガチガチにするならアストルコネードでもいいと思います。そして、火力特化型は伊蔵さんのサポスト切りを採用します。清掃は強やり、真夏、援護射撃で、後ろはアストルコ伊蔵さんかなと。そういえばクリティカルバフは1回だな。なのでサポスキのクリティカルでサポートして、3種類で上山バフにプラスして人特攻で4種類にできるという。それでワンパン狙うロマン編成というわけか。という感じで解説は一通りしたのでまとめていきます。射撃属性持ちと3種類の攻撃バフで火力は高水準。強化力には弱いですが仕切り直せば回復では持ちがいいバーサーカー。しかし、攻撃のリーチは短くそこまで速くないので補えず、診断性や防御バフを持ってないのでバーサーカーの脆さをカバーできない。魔力5本でさらに厳しい感じだな。総量としては今のところ中の中か、中の下ぐらいかなぁと。尖ってる部分もあるがデメリットがでかい感じか。まだ慣れてなく今のところのなんかなので、エドモンの時みたいに後からこれは強いなと思ったら再評価動画出します。時間かけてみないとわからないよね。実装時は割と当てにならない部分もありますからね。今回はネイド流アンコ無限食べ放題型でしたが、その名前気に入ってるな。もしかしたら火力特化型がデメリットを帳消しにするぐらいの火力があるかもなので、慌てるのはまだ早い。そういえば射撃属性でリーチ短いってメイドウルタと似てるな。唐突ですね。そうですね。ですが他の性能が違うんですよ。どういうこと？メイドウルタは 5.52 秒組と純最速組なのですが、あの速さでリーチ短くてやっていける感があります。一方エッチャンの足の速さは 5.76 秒組とお自慢組。平均よりは速いのな。
ですがこの速さではリーチ短いのを補うのは厳しいかなと。そうなのです。さらに何よりライダーは長時間走れるのですが、バーサーカーは1本ごとの魔力回復が遅く5本回復するまでに時間がかかります。だから魔力霊の状態で回復してから走るとなるとワンテンポ遅れるわけか。それにリーチの短さで予想以上に攻撃が当てにくいですね。攻撃が当てにくいイコール足が遅いと感じてしまう方もいるのではないでしょうか。ライダーは魔力3本でバーサーカーは5本。最近何度も言ってますが魔力5本がデバフとなってますね。なかなかクロート向けになってるわけか。キャラ性能もありますがクラスの差が一番でかい気がします。バーサーカーは最近キャラ単位で修正かかってますが全体的には結構不遇ですね。魔力5本全員情報修正してほしいね。特にバーサーカーは耐久脆いし殴り合いが厳しいからより顕著だな。耐久といえばエッちゃんの耐久について詳しく話してなかったので解説すると、バーサーカーで耐久に難があるところをどうするかですが、基本バーサーカーはスキルに頼り、心眼系、防御アップ、ガッツとスキルで補っている傾向にあります。エッちゃんは回復スキルで補う感じだが、どんなに超回復があっても超火力でやられたら意味がありません。回復に時間かかりますし、だから仕切り直しみたいな時間が確保できるときは場持ちがいいが、戦闘中は多少回復はあっても脆いままで戦わなければならないと。なので殴られる前に倒すか、フルコンもらわないように立ち回る感じですかね。そしてバーサーカーの魔力5本勢で心眼系のスキルを持ってないのがきついです。魔力5本勢は魔力霊の状態から回避できるまで魔力回復するには攻撃3回振らなきゃいけないんだが、2回攻撃するまでに回避からの反撃されると確定フルコンもらって大ダメージなんだよな。それを霊装やサポスキで補う感じですね。またのお越しをお客様に。ということで謎のヒロイン X オルタことエッちゃんの解説についてしていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ性能的に厳しい面もあるが使ってて楽しいサバではあるぜ。悪いところは今後情報修正の可能性もありますし、引いてみるのもありかもですね。というわけで今回はここまで。最後まで見てくれてありがとね。もしチャンネル登録してくれると今後の新サバ動画や何かあればエッちゃん再評価動画をやるかもなので見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから登録お願いね。高評価もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。